はい、どうも、トラキチです。今回はですね、イベントの切り替えありましたね。必勝アリーナですね。はい。必勝アリーナ、ちょっと、まあ、1試合今、先したんですけども、まあ、ちょっと時間の縛りがある、ちょっとめんどくさいというか、嫌なイベントなんでね、ちょっとまあ、頑張りたいなと思います。あと残り28分ですけども、まあ、30分縛りありますんでね、走る人は走るとき頑張るっていう感じですかね。まあ一応後で言いますけど走るつもりはないです。はい。まあ報酬の方ですけども、 OB 契約書とかがあるんですね。 A ランク OB 契約書が2枚ですか、2枚あって3枚ですね。 A ランクのランダム OB 契約書が3枚、 A ランク自チーム OB 契約書が1枚、 S ランク契約書、これが OB4 段確率が 33% ということですね。S ランク選手は来るのは間違いないんですけども、その確率で OB の第4弾の選手が来るのが 33% という、契約書ですね。はい。A ランク自チーム OB が1枚しかないですね。はい。そういう感じです。はい。まあ、こちらですね。OB、阪神は島柳選手でした。球威76、制球78、スタミナ67ということですね。他もちょっとざっと見てみます。横浜が佐伯選手、ラインドライブ、レフトラインドライブ、ミート80、パワー74、走力62。巨人が堀内選手、先発適正です。球威83、制球70、スタミナ83と、球威スタミナ同値強いですね。はい。はい。次が、阪急、阪急ですね、オリックスですね、今の。守備がファースト、D、弾道、高弾道、ミート86、パワー80、走力71、加藤秀司選手ですね。加藤選手ですね。はい。ロッテが張本選手、あ、日本ハムや、日本ハムの張本選手ですね。はい。守備がレフト、E、弾道、高弾道、ミート88、パワー81、走力73。すごい。はい、ちょっと守備がね、あんまり良くないみたいです。はい。続きまして、こっちがロッテ、イラブ選手です。先発適正です。球威85、制球65、スタミナ80ですね。はい、球種がこういう感じですね。はい。続きまして、オリックスが、聖澤選手、センターで守備適正 B、低弾道、ミート76、パワー60、走力83ですね。はい。ソフトバンクが杉浦選手、先発適正です。球威82、制球85、スタミナ85、制球スタミナ同値すごい、全部 A 乗ってる。先発中継ぎが適正ありますね。すごい。続きまして、西武が秋山選手、センター守備適正 A、 弾道パワーヒッター、ミート67、パワー84、走力84、パワー走力同値すごい、守備もすごい、積極もついてますね。守備と走塁で、すごい。はい。続きまして古田選手、ヤクルトですね。星野守備適正 A、 高弾道、ミート80、パワー78、走力67。いやーすごい、呼吸もスローイング、肩が S ですね。94、素晴らしいですね。続きまして、中日が岩瀬選手、岩瀬投手、適正抑え S、球威84、制球80、スタミナ62、すごい、中継ぎも抑えも適正ありますね。はい、素晴らしいですね。広島が伊藤選手、サードで守備適正 D、弾道アーティスト、ミート77、パワー82、走力69、強いですね。はい、超アーティスト。はい。で、阪神が島柳投手ということですね。まあちょっと島柳投手の場合ね、そんなに現役のね、阪神の選手もそんなタイピンチって言ってましたけどね、まあ、球威76、制球78なんでね、スタミナ67ということで、そんなにまあ突出はしてないのでね、走ってまでとにもいかないですし、まあ、ガチャで確定あるんですけども、ちょっと見送ろうかなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい。ですね、まあ、最強決定戦の方も今日から始まりまして、一応初日の1日目終わりですか、
思ってたんですけど、一応5連勝してますね。まあ1日目のね、途中、まあ、結果はまた次回ですか、発表させてもらおうかなと思ってますけども、第1節は一応5連勝してますんで、途中経過ですけどね、一応報告しておきます。バース選手は5割9分3厘打ってますね。すごい、さすがです。はい、ということで、ですね、今回はですね、契約書もあります。コーダの達人で取ったやつですね。コーダの達人のこの S ランク確率 30% 契約書と S ランク確率 10% 契約書、それと自主トレログインボーナスでもらった A ランク契約書、これ3枚引こうかなと思います。はい、それでは A ランク契約書からいきます。阪神の選手、阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。さあどうでしょう。ソフトバンク川島選手、はい、阪神人形はありませんでした。さあ、じゃあ次は S ラン確率 10% 契約書いきます。もちろん、S ランク選手欲しいですね。できればその中でも阪神の選手が欲しいと思ってます。いきます。S ランク来い。おー、守備な。割れろ。うわー、割れ。井上選手ロッテですね。はい、 A ランクでした。なかなか来ないですね、やっぱりね。続きまして S ランク確率 30% 逆勝、これはもう本当 S ランク欲しいですね。中でも阪神の選手来てほしいなと思います。お願いします。来てくれ S ランク。マジか。割れろ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 割れない割れない。高橋選手チェンジですね。厳しいな。確率契約書やっぱりなかなか難しいですね。はい、まあ別なんかは来ませんでした。 10% も 30% も来ませんでした。はい、今回はこんな感じです。まあ必勝アリーナちょっとね結構大変なイベントだと思いますけども、きっちり報酬だけをもらってね、やっていきたいなと思ってます。はい、まあ、最後に一応 S ランク契約書、ありますんでね、 OB とは限らないですけどもありますんで、これきっちりもらって、あんまりエナジー使わずにね、できるだけエナジーちょっと節約しながら、累計全部取りたいなと思ってます。はい、まあ、今回はこんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。